主っぽい声なら聞いたことあるな。それレアやな。犬は割とあるんやけどな。あーやべ、ロードっせ。もう見んとこか。いや、見た方がいいな。敵見とくか。敵の得意ヒーローだけ見よう。そしていらないものを消そう。文字消しとかなきゃね。相手だけ見よう。味方は終わってから見よう。おー、いい。ちょっと微妙。いいよ。ピノイと当たった時にうまいプレイしてね。カフェから歓声聞こえてくると気分はミラクレ。まあまあやな、これ味方。得意ヒーロー見てないけど。おいいい。こいつやばそう。なんか赤いのばっかやな。労働遅いやつはゴミ説あるからな。やべ、パッチだ、パッチ番長。微妙。いや、かっ、アバンじゃないか。こいつパッチやらした方がいいな。サポートやろ、お前。ミッドいったら殺すからな。ミッドいったら殺すから。届けおじさん。ミッドいったら殺すから。怖い一言。あーでも意外といい勝負くらいかね。うん。ランダムスラダーか。このランダムしよう。リビックするかどうか。ちょっとね、あのウィーバースラダーになんかボコされる以来しか見えなかったんでやめました。はい、ジャングル。3試合連続いいの引いてるな。ウルダータイタンは俺が使えないのを除いて強いヒーローだからね。昨日めっちゃ怒ってたからな、俺リナに対して。じゃ、期待値が高かったんだよ。こいつミッドでずっと勝ってると思って、マッチヒストリーだけ見たら緑だったからいけるかなと思ったんやけど、本当は全然ダメで、なんかたまたま勝ってるみたいなやつだったんだよね。たまたまなんか6連勝ぐらいしてて、レーンクソ雑魚だったからな。ラストヒット取んなよって言ってくるくせに、あいつラストヒットのタイミング早すぎて全然取れてないんだよね、リーナで。でしゃあないから俺も取ってたら怒り出すって。この BGM ってどのパック？デッドマウスかな。ミュージックパックだけは俺デッドマウス固定だね。ちょっと最近はフッドは変わるようにしてる。フッドとアナウンサー、このままだとプドゲミッドだな。アナウンサーこれあれじゃない、変わってなくない？バジミとか、まあ俺リージョンコマンド育てばいいだけだしな。ミュージックはこれで固定でしょ。なんだったっけ、アナウンサーだ。おう、このパ期待できそう。見ない、もちろん。負けそう。負けど俺が一人1人1冊確実にやっていけば。きっちり殺していこう。力丸が確かに辛くはあるけど、これナイクス、これナイクス森やろ。どうせ俺セーフリン行ってもいい、オフリン行ってもいいな。あのアンチって何なの？なんだろうね。リナとかで消し飛ばせばいいんじゃない？ウィンドレンジャーとか。アンチ言うほどめんどくさいヒーローでもない。めんどくさいヒーローだと思いますけど、私。わお、先手取られないように動いてるけど。超面倒くさいよ。Use me it。 ナイフだけでも十分面倒いと思うんだが。そう、面倒くさいよな。あ、レーザーじゃない？あ、レーザーも辛いかな。
シルベアレーザーが3番がハグしたらいけんじゃない。いや無理だな、おいレーンどうなってんねん。俺どこ行くん、なんかもうむちゃくちゃな気がするんだけど。これお前フレンドもしかして終わったな。オッケー、めっちゃ指示出してきよるやん。お前どこ行くん。ドアムやぞ、カクアイシンク、カクカクしてる。もうしゃあない、諦めろ。やめてや、そこもう行かんとこ。行くか、行こうか。Let's get moving. If they want more, then we shall give it to them. Give it to them. By demon's will.もういいやろ、許したるや。なんか死んでる。あいつミッドダメだと思うんやけど、俺の思った通りやん。ミキマルがベルム持ってるけど、ミッド殺せなさそうだな。チェック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 、いけるいけるいける。あいつ HP 減ってんだよな。ブルするかスタックするか。ブルになりました皆さん。タクティカル。そしてレーンがクソ上がり、俺が怒られる。じゃあ横プル練習するわ。あのあそこの、あ違う、俺勝ちに来たんだった。クソしょうもないこと知る場合じゃない。横プルやってみるわ。横プルいつやんの。横振りできないわ欲望に負けた。我慢できないんだよねマジで。イラチな性格が本当にいけないと思う、このゲームやってて。だからラストイットもさ、ちょっと早く取っちゃうんだよね。いつもいつでも同じミスをする。これさ、上げないとさ、クールダウン短くならないの知ってた。俺ひたすらさ、これ2個ぐらいで止めてさ、でいつも1番2番上げてたんだよね。なんでなんかリエル勝てねえんだろうなって。装備揃ってないにしてもよ、そういうことだったんだよね。不思議やなと思ってたやん、ずっと。気ぃつけろよ。やるやん、嘘やん、あいつクレバーじゃん。で即オフレイ失敗してるやんけ。即ダガー行くか、ワード変えてほしい。リキオッケー、めっちゃ優しいんだけどこいつ。そいつ勝率高かったっけ。なんか普通だったよな。トライ、なんだこれ、これシースターバーだよな。なんでこんなにみんなポジティブなんです。間違った、クソエイム。3番ガン上げするわ今日で、殴り殺すわ。ダガー行くかクツ行くかやな。もう無理やろ。トイチヌルヌルやぞ。そっちはね、ヌルヌルだと思う。優しい世界、優しい世界やな。タクシカル、もしねジク、これうち帰りたいとか言ってたジクさん。マジで暖かい布団で眠るんだろうな、僕も帰ろう、斧では帰れない。あれ、いきまるお家でバイバイバイ。壁で音出してツイッチで画面見るラグあるやろ。なんでカクカクなんやろな、楽しいな。許された跡があるんだけど、あ、ウィンドレンジャーがプリしてたんか、死んだんか。ゴーレムが2匹いるのってそういうことか。そういうことだよ。どういうこと、
バッジミットとか全時代的なことやってんな。まあ力丸もキャリーだからな。なんか狙われるかなと思ったら狙われてた。おいいやん、いいやん、やるやん。あ、来てないな。視界取ってきます。俺の努力無駄じゃなかった。力丸がすね始める。いや、あいつ頑張るって言ってたから。一番もういらんわ。靴取った方が早いんやろな、これ。けど長い行った方が殺せそうな気がする。あ、ごめん、サンスライクあると思ったら敵だったわ。ごめん、ごめんね、ごめんね。おいら伝説の無責任ヒーロー。シュッ。なぜなら私はランダムだから。けどとりあえずというのは1500円ぐらい使ってる場合、無事をも力、オッケーって言葉だけ言っとけば好感度上がると思います。レベル6になるともう力丸終わるんだよな。あと変わってあげたらいいのに。サイレンスはあんまあ、インドレンジャー死んでるからいいか。やる。あ、無理やな。無理やな。3番ガンアゲでスラダと殴り合うわ俺。スナップかかってんのに殴り合い無謀でしたね。アルティメイトで回復するとはいえな。あ、やっぱレーンめっちゃ稼げるわ、誰もおらんと。靴あったりやれてたな、あれ。あいつどっか行ったわ。もうかいないぞ。ラグいらしい。あれ使わないんだよな。マイクスがいたな。だいぶ稼げるぞここ。靴欲しいな。靴か一番どっちかあれば。一番一個取っとけばよかったな。あんたやれてたな、あれ。一番1個でもいけてたな。どっち取ってもなーとか言ってたけど、取っていけてたな。デュエルある。フックフック。ハハ。俺いらんかった。ウィンドレンジャーボコってるやん。ソロキル、笑。俺がいいチャレンジさせたな。焦らしたかなと思ったけど。うん。ワード買ってあげるか、ちょっとしたら。クイックキャストになってると思うんだよな。ちょっと怖いけど。もうここまで来たら3番取るしかねえわな。帰ろう。あの子いらんか。アームレットか。いけるな。ナイス判断。おぶ、あー、食らった。スナップ食らっちゃった。400円取られたな。靴がない。靴がないということに気がついた。いいし。消えたんだけど、俺のあれが。力丸先輩。力丸パイセン死んでったんやけど。
リキマルパイセン、リキマルパイセンに2番かけられてる言うわな。リキムの雑魚だぞ多分。まずオフレーンでなぜオフムエルムなのかっていう。重いらしい。出たリノイチャレンジ、なんか知らんけど重いってやつ。倒せないな。シリキボっていった。もう俺なんか他のなんか尻脱ぎさせられてリーグオブレジェンドのジャングラーみたいになってんだけど、つねえからな。一瞬やられ一回にすると死ぬんだよ。いないいない、トップいない。あれやれないんだよな、ブレイドメールでもあればな。ようやつった、ええやん。1番あったらな。あれ倒せへんな、もうだるい。プドゲーやん、悪い、いっぱいいるやん。ダメやん、俺分かったよ。オイラ伝説のやるね。何事件だよなこれ。忘れてた。怒りのターゲット変更。よろしいならばインボーカーだ。トップが来てるぞ、トップが。なんかカクカクすんな。アパリションのアルトメイト飛んでった。ファ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 ン。パーが育てば勝てるな。ちょっとボトムを助けに行くか。とりあえず作るわ。うわー、めっちゃ入ってくるなあれ。ナイスック。うわ、誰、うわ、みんな死んでる。強いよ。みんな死んでる。あー、まあ低下痛すぎる。もう終わったんちゃうこのゲーム。ほら勝てるん。リキマルオフレーンダメだったな。これさ、パとさ、ウィンドレンジャーでさ、サイレンサーとリキマルで絶対良かったよな。ナイクス森でしょ。あ、なんか気がついたらいいよしてたんやけど。気がクソ育ってんのだるいな。パーが死ぬ、死ぬ、死ぬ。ない、イージョンコマンダー弱くない。別最強のはずだったんだけどな俺なんか。お、狙われてる臭いよなこれ。サイレンさん、あーめっちゃ売るわ。一緒ないで投げてるんじゃない
歯が出すべき。ジャングラーいるとレイン負けるのはしゃあない。いやレイン負けるんじゃない、ボトムソロなんだったで。だからパート2人でよかったよなって。まあ倒してたからいいんか、別に靴がないこいつ。リさんこっち、よっしゃ完璧やん今の。穴が辛いです。フックしてみたら、群がる皆さん、ちょ出そうで殴って。出そうどこ行ったん。うまいやん。けどあのパッチ死ぬと結構金いかれるんだよな。助ける前提で動きます。やるやん、数こなしてるだけあるな。やりたいだけと違ったわ。アムレットはね買わない、なんでか分かる。何から Yes。 まあまあつらいな。マイクスが一生ファームしてんのクソだりな。リセマラ成功。リセマラまあ何も当たりは引けなかったけど。あれ。ラダーがな、ダリーな、あれダガーとか持ってきたらだるいな。あれ。止めたいんだけどな。プロゲーツアダメだ、これは死んだ。うわー倒しきれねえ。ルスツエ。合わなかったな、タイミング最悪だったな。第三次案件。力丸が下がろうとした瞬間だったからな。ナイックス強すぎない？ナイックス強いックス。今プドゲはフォアゲにウルトした？いやナイックスでしょ。セアダーがダガーか持つ、何持つんだろうな。めっちゃ金貯めてるけど。どこ行くかだよな、これもう。バカ育てば全部倒せるだろうけど。俺待ってくれてもよかったのに。いなくなっちゃった。そうはい、なんぼ380か。けどやっぱやってるとどうしても俺が先にってなっちゃうんだよね。わかるよその気持ちは。できたら待ってほしい。決闘20持ってんだけど、なんかやったっけ。自分がやったことを覚えていないっていう。ドゥネチュルモン、シャドウバースの賞金700万円。
ちょ殴ってや、デソつけてや。ジョパーが全然ジジ出たってくんない。うわー最悪や。ずっとファームしてるけどなんでデソ買ったんやろ。マジか。やるやん。いやあいつはファームしなきゃいけないよ。戦えるとこは戦ってほしいけど。ウェイドメル、あそこで帰るんやな。そっか、問題は G を押せるかどうかなんだよな。ここの方がいいんだけどな、本当は。俺もデソ買おうかな、ムカつくから。何買う？ナイクス倒すのやつでしょ。これ行く？そっか、これでんでけでけでけで。いや、これだと倒せないんだよな。なんだろうな、エコーでもいいけどな。クソ下げてくるからな。火力デソ欲しいけどな。クリティカルにしようかな。ケビューはもう、アガニムでタイマンおばさん勝てるんだったらいいけど、やられるからな俺。うわ、むないの、もったいないからミニデソだけ持っとこうか。あー、ミニデソ持ってていいな。おるんやな、たぶん。行ってないわ。アダミム持ってもスタンされるだけ。マッシャー持とうかな。ダメだ、こいつが強すぎるわ。サイレンス遅かったな。やるやん、やられてるやん。固まってる。お前欲しいんか。紙芝居だったけど強制的にホストになったらヌルヌルなった。マジ？あんま関係ないかもね。あのツイッチの方が軽いですね、多分。やっぱルスってフンヒーローだな。サイレンス入れたらゴミなんだけど。重い人こっちの方が多分軽い。 URL 省略。電力つけんの忘れてた。殴りじゃ勝てない。サルトンでいいかな。サルトンでしょ。ナゴスモーク持ってるの。今までうんこなホストにぶら下がってたんやな。これ、
急に快適になった。いや俺も重いからな。俺もホストになったら動くようになった。マジ？それよかった。いやこれ中入ってると思うんだよな。やめよ。やる？吸ったらやけるけど。どかんやろそれ。あいつ行っちゃったんだけど。絶対やめた方がいいよな。見えてねえんだもん。いや、C これから買うか。だから言ったじゃないですか。うわパワー？こいつ何も持ってねえな。クソホスト大量発生してるからよ。TP 持ってないんだよな。ちょ過信すんのやめろって。インビジ最強。今日から君もホストだ。ファに当たるぞ。いやもうホスト関係ないと思うんだよな。俺めっちゃもうすぐ死ぬんやけど。アーマーゲントやってられんわこんなもん。フレッシュメイト上がり戦争よ。21,054KB プスだけどあかん。それだったらいいと思う。何しよう。ピア恐竜無効にしてこ。やめろよ窓川さんに怒られるぞ。俺がホストなって。いや配信ってな、分かんない。なんでだろうな。なんか取られてんじゃねえか。ナイスック。裏にいるやつ捕まえた。間違って切り替えちゃった。めちゃくちゃなんだけど。頼むでパー。一撃必殺。一瞬戦撃。ナイスリッキー。はいクリット2回。1、2。クソヒーロー。さあいけいけ。そいつもさあナイフ刺して。はい、よくできました。陰謀界に何も席させなかった。よかったよかった。いや俺はもうアーマー買うしかない。さすがパ。さすがパやな。ただこいつ多分頭悪いんだよな。それだけがちょっと怖い。バカみたいに歩いてたからな。さっきナイフだけで死んでいくサポートたち。だが BKB 買ってくれるかどうかとか割とかかってると思う。まあ、キャンセルしたのあいつ出そう。そうそう出そう。7秒にダガーからクリット出んのは卑怯だわ。いや今タワーやパッジがいないか。やっぱあいつバカだな。インテリジェンスが低い。いかんね。あ、ビデビって何時かよ。23分だって。パッチが釣ったら行くか。かなりないな、さすがに。釣るか、俺で。釣れなさそう。盛り返るな。ここにいるな。見たらクリもスタンもついてくるからな。あのナイフそんな強くないんだよなこのパッチ。ちょっと怖い。怖いですね。あ
癖がネイチャープロフェットだった時の癖が出た。ベースがないとやっぱ弱えなこいつ。あ、あれ買うって言ってたな俺。操作してる。もう遅いけど前で申し上げ、そしてアーマーが減るという。おサイレンスはやばいやろ。いやインビジ過信しすぎたあかんて、やめとけって。トラベル持ってるカスがいるからな。俺が死んだら受けるなこれ。あれもうこれいらないんやけど。意外と金持ってたぞ。来るかな、ここちょっとやばいな。やっぱ攻撃速度ないと辛いなこいつ。トップだ。この時間が怖いな。オーシャンが30。くっそが。サイレンサー先輩もうちょっと早くくれてもよかったのでは。不用意でした。あいつ回ってきてたよなこうやって。ファック。オイラ伝説の無責任ヒーローでした。本当にすいません。伝説のインビジヒーローたちが今集う。あ、行くね。ここやな。ここやな。エンシェントやってんな。ここワードあるんだよな。めっちゃもうレワードとかしたいよな。けどこれ多分精一杯やってくれてんだよな。森やろうな。バンガードだ。スーパーバッシャーガンかなあれ。パチョポンシールドなんかな。スラダーさんあんま持ってないぞ思ったより装備を。そろそろこっち来そうじゃない。なくせなくなくしたイタックス。これ餌になるしかないこれ。ないやろさすがに。そんな自信はないやろ。ローシャンが湧くんだよな。スモーク持ってんだけど押し付けられたせいでいっぱい置いてきてる。ワード稼いでてる。なんだったっけ。カバーヒムやべ、セラダ。これでもつけんの焦った。
戦えや。パーが即死してる。力丸がワードを気に入ったところを狙われましたね。あれこれやばいかな。似てる似てる似てる。ミッションチンポッシブルやってる。ロシュナウってロシュスパンになるだろ。もうバイバックしないバイバックしないっていうかさ、敵硬すぎるんですけど、使うのは間違ってたな。2を切り替えるっていう約束忘れてた。なんでアタックムーブしてくんないの。リキマルさん怖いところにいるな。あ、いないいない、ローシャンいけるぞ。アサルトできたけどって話だよな。芝でも買おうかな。回復するのせこいわ。あ、エッジか、エッジ買うか。ちょ、あいつら何してるん。来ないぞ。釣ったらいけるけどな。いやそれはもう無理やろ、時期が悪い、時期が悪すぎる気がする。フォワードあるんだって絶対ないわ。俺が取ってもいいけどな。痛い痛い痛い、また俺だけ。お、ナイスボスタック、ありがとう。もう俺クリリみたいにされてんじゃねえかよ。なんだなんで俺だけ。サンストライク的確に打ってくるし、シューシューシュー。相手のナイクスが満身だぞ、満身。めっちゃ確認してから言ったわ、これつけて。いや無理でしょう、バイバックあった時のリスクを考えるとな。アルティメイト押したいばっかり死んだ。あー氷のぞになった。なんかしてなんかして、自分持ってる。こいつ意識高すクリニックから来たやつだな。こんだけ一生懸命やって勝ってもさ、ゴミみたいないっぱいで終わるのよ。知ってたこのゲーム、悲しいだろう。もうないんだけど、俺何もできないで。やめ、これがいいんだ。俺の方が早かったな、捕まえんだ。いけるやん。いけましたね。いや、リセマラマジ成功やったわ。やめろって誰？それじゃねえか。ありがとうナイックス。あ、死んでるからな、もう。あ。リセマルがレート上げるコツか。あ。
のゲームのリセマラ時間かかるし、ついた気に回数できないから嫌い。止まらないけど、なぜ言ったし。あいつ行くなや。うまい。いいよ。アームレッドの隙ついてった感じだ。ちょっともうそれ危ないって。ジムあるんやろ、まだお前生きてるんやろ。ないやん、ジムがないやん。それも無理やろ。何買えばいいかも全然わからんのやけど。お腹たらしくなる。いいか、クリティカルでいいや、強くなろう。さあ次もうイージスなしで戦わなきゃいけないんだよな。もう相手もバカなことしないだろうし。こいつダガーじゃないからな。俺がダガーだからな。さすがにいないか。来ないかな。来たらやれるんだけど。入ったな。やりてんじゃんこれ。やりてるんだ。強い強い。マイクロフォンミューで。ちょっとんだけど。全然いるけど。うめえなこのチームマジで。めちゃくちゃやな。タワー割りに行けや。けど全員死んだんだけど。終わらせる。やっぱあのパーやべえよ。パーチ受けてや。おそうそうそう。死にたくないでござる。おい、全然赤いやんけ。あ、全部落ちてるわ。何かん、何かん。クリティカルはまあいいや。マイクロフォンミューテッド。マイクロフォンアクティベイテッド。なんだなんだ。ローシャンが。ワード買ってあげてる。優しい。ガントップ。こうちゃんとチャットもし出すっていう。勝ちたがり TV だからな。もうちょっとなんかサイレンサー売れて早かったら嬉しいんだけど。電ディファセ
なる。MKB 持ってる。怖え怖え。ああ、トロイの木馬作戦にやられた。すいませんでした、僕が悪かったです。バイバックする。これやらかしたな。普通に後ろで待ってればよかった。バイバックできない人が2人いる。人とあるシップいらんやろ。しないよ。すいませんでした。力丸に注意するあまり私の注意が散漫となっておりました。今のはわかるやろ、わら。わかんなかったんだよ。鳥さん歩いてたらわかるんだよな。なんかいる。何も考えてなかった。倒さなきゃ、邪魔だな。それぐらいしか考えてない。あいつらバカだぞ。これポチッと押せば回復する。めっちゃ時間稼げたぞ。これはアーマーを起動します。死んだんちゃう俺。死んだんちゃうこれ。死んだんちゃう俺。死んだんちゃう。死んだんちゃう。セーフ？やだ。やだ。届いてる。サイレンス強い。リキマルいい。ナイス。やる。悲しい。悲しいな。陰険だ。サイレンスが。イントめっちゃ吸ってそう。動けるデブはいいな。ワンチャンやってそうなんだよな。あ、ここ入ってほしかったな。誰も買わないから自分でシルバーエッジ買ってる。俺ダガじゃなくてシルバーエッジだったんだな、これネックスとか対策で。ファッジがいないと辛いかな。これ無事を抜くか。今日勝ち合った。このむちゃくちゃなわけわからん感じ。ちょっと助けてや。ムック待ってほしかったな。MKB 持ってんだよな。やる。死んだ。もうバイバックできないんだけど俺。ファッジと合わないなマジで俺。キーミスったらしい。みんなスローハンだよな。ウルトもないからボコボコにされる力。いやけどナイクスノーバイバックだからな。シーサーバーらしいいい試合になってきましたね。いやこういうのは絶対解除しなきゃいけない。タワー1本持ってんだけどな。
あ、じゃああそこでさ、サードで遊ばないでこの辺を持ってりゃな、もっと楽だったのにな。パッジと2人ならあれ行けたかな。けど俺出そうとかないからな。もうちょっとパが出そう人殺しだけじゃなくて CG にも使えるということに気づいてくれれば。これ何かん俺間違った気がするんだけど、ブラッドゾーン行こうかな、こっち行こうかな。けどここからここに帰るのも無理なんだよな、今さら。手がちべたい。皆さんお騒がせしました。今日1試合目だよ。なんか言ってたの誰か。あそこにアワードあったんだよな。起動アイテムは3つ以上積むなって偉い人が言ってた。なんだ1試合目か。そう、基本的にあの1時間ぐらいかかるから俺始めるまで。そうだよな、トップ行こう。トップここだよ。ジャングルからでいいんちゃう。パイいたらいけるやろ。ない、ワードないんかな。これバラバラになるのよくないな。ワード気に入ったな。ナイックスバイバックないけど俺もないんだよね。いいよそれ。おしっこ行きたくなってきた。チンケアおじさん全部アクティブとかするやついるらしいけど例外ですか。うん、いやそれぐらいできて当たり前だと思うけど、俺もできないよ。キュハルがなんかやってる。なんだなんだ、許さんぞそんなこと。俺たちは勝ちたいんだよ。俺たちは勝ちたいんだよ、どんな手を使ってでもな。はい終わり、お疲れ様です。あれはカチャカチャしてる間に考えられるから。惜しい、あれやれてたら違ったな。妹が動いてたやん。短すぎるでござる。ナイックスがどっから来るかだよな。これボット降りてえな。いいやん、こっちを見ろ。よし、あいつもバイバックないぞ。パッチ死んだけど別にええわ。なんか後ろでロープ、すごいすごいすごい。やっぱやっぱ強い。遠い遠い。あいつ絶対バカなんだよ。うん、ライフスイラーバイバックないからな。俺が命を使ってバイバック終わらせたから。勝った勝った勝った、勝ちたい勝ちたい勝ちたい。お前ら何パーティーしてんの。俺と必死必死な二人、あいつは楽しい二人。勝ちたいね勝ちたいね。勝った GGL プレイ。なんか悲しい雰囲気あったけど普通に勝った。うぷ、いやいやいや、すごいのせいで負けてる。よだれ出たわ。なんか負けるときは C サーバーの範囲の8割はフィノイっていうのはマジかもな。一回論文書かなきゃいけないかもな。相手チーム大喧嘩かな。なんか若干揉めてたっぽいね。スラダーがセーフレーンで育ったにもかかわらず死んでたからかな。けどね、スラダーの辛いところはね、やっぱそういうとこなんだよね。スラダーキャリーはプロでもなかなか難しいからな。タングいない。8割ピノリ、1割ボス、テンズ、1割自分、リセムラ効果。あのね、あなたたちはね、やっときます。あ、リキュマルもいいかな。こいつはね、やんない。
これマジでね、あのリゼマラ本当に勝ちたいんやったらリゼマラはね推奨しますね。ちょっと今日疲れたマジで。もともと今日そんな集中力なかったな。序盤からクソだった。めっちゃコメントついてるし。あの喋れるやついるときはやっぱミュートしないで会話した方がいいね。ピノイがドタニの勝敗に与える影響についてパッチが優秀すぎたやな。優秀だったね。1日1ドタ、うん、いやパッチがあのやってんのは知ってたからな。パッチはもう信じてね送り出したね。まあ俺はランダムだったんだけどバンしなくてよかった。半分ぐらい以上勝ってたからな。ということは使えるってことだよ。リセマラ1回した後にプレイ、次で24時間だったので、確認だけする、こっちの方が 6.5 対 3.5 で強そう。味方にブッジで結構勝ってるやついたからちょっとだけ期待。パッジで勝ててるやつってことはパッジの仕事を分かってるってことだからな。うん、僕は我慢でき味方のピックが遅いので僕は我慢できずに、ファーストランダムでイーバを引くけどスラが見てやめしたら LC 消えたのでとりあえず無理。なんか無難な連構成になりそのままやっぱさちゃんとサポートしてくれるっていうだけで全然違うよな負担が。いやワードさキャリーでも変えとかいいけどさやっぱサポートが買ってくれるだけで全然ちゃうわ。サイレーサーさんがしっかりサポートしてくれる。グレーン行きの心配もしてあげる優しさ見せる。こっち何だったっけ。こっちは序盤、こっちは序盤中盤ガンクが空回って、そこに負担をかけたくないからサポートがあるんだわな。そうだよね。カラレマイクスに帰りうちに会いまくる会いまくる。なんだかんだ、英語で意思疎通しながら頑張ったら勝てたもう重略相手のスラダーが相手が終盤めちゃ喧嘩してた。中盤にやられながらもスラーが勝ってたおかげかスラーめっちゃ揉め、何やった終わりもうクソみたいなレポートだな。だいぶ略してるけどまあ動画のおまけだからなこれでいいや。よし終わり。1日1ドタです。お疲れ様でした。なんで壁強い重いんだろうな。今も重い？